ちょっとこの動画を見てくれ。なーになーに博士？鍛冶台を用意してその中にロードストーンと、切り込み入りの銅ブロックを入れると、何もできないよ。あー逆だな。コマンドブロックができるぞ。え、コマンドブロックって作れるの？さらにコマンドブロックとチェーンを合わせると、チェーンのコマンドブロックができて、さらにリピーターと組み合わせると、リピーターのコマンドブロックができる。何それー？ってなわけで、じゃあすー。マイクラやってるかい。お化けを逆に驚かせます。買い物です。それはダメだろ。いきなり始めちまってすまねえな。これからさっきの動画が本当にできるか検証するが、その前に俺から言いたいことがあるぜ。なになに？チャンネル登録者の目標値が650人だから、とにかくチャンネル登録をしてくれよな。定番だね。では早速検証していくぞ、買い物。了解。鍛冶台を置いてっと、中にロードストーンと切り込み入りの銅ブロックだね。さあできるかな？できないじゃん。全くできないぜ。入れ替えても全然できない。これじゃあ鎖とリピーターを用意した意味がないじゃないか。まあコマンドブロックはコマンドか。クリエイティブモードのインベントリからじゃないと手に入らないようになっているからな。この技ができないのは当然なのだよ。いや博士知ってたのかい。これも買い物のための経験だよ。というわけで結論、コマンドブロックは作れない。当たり前じゃ。当たり前でした。次はこの方の動画から、プレイヤーが平原をブラブラ歩いているぜ。エンダーマンがいるよ。そいつを、KO するぜ。無慈悲だね。っていうか KO って何？格ゲーじゃん。エンダーパールがドロップするから、それをゲッチュ。ゲッチュゲッチュ。ちょうど原木を持っていたから、それで作業台を作成する。本当ちょうどいいね。作業台を設置して、画面を開く。からの瓶とエンダーパールを打ち込めば、エンチャントされた瓶の完成だ。え、なんで？エンチャントされた瓶を作ったプレイヤーは、ぴょんぴょん跳ねて喜ぶぜ。作れたのが嬉しいんだろう。こんなアイテムできないよね。地面に叩きつけてみたらちゃんと経験値が出る。この海外の動画が本当か検証だ。それでは検証始めていきむわーす。お前なんで剣を持っているんだ。いやエンダーマンを倒すためだって。買い物なら素手でもいいじゃん。いやよくないよ。返り討ちにされちゃうよ。とにかくエンダーマンを倒さなきゃね。ドヤー、KO。動画を忠実に再現する研究員の鏡。いや実験体か。実験体？とりあえずエンダーパールは OK。作業台は作らなくていいよね。空の瓶を入れまして。エンダーパールを入れれば？何もできないじゃん。できないな。やっぱりエンダーパールはエンダーパールとして、使うしかないんだよ。はい結論。エンダーパールと空の瓶で、エンチャントされた瓶は作れない。そもそも経験値に何の関係もないエンダーパールで。どうやってエンチャントされた瓶を作るのやら。やっぱり博士はできないってわかってんじゃん。半信半疑ってところかなー。次はまたこの方の動画から。何をするのかな？って何真ん中のゾンビ。あーそれは気にしなくていいぞ。あ、はい。地面にマグマブロックを入れて、ガラスブロックを立てていくぜ。なんか水槽みたいになっているね。そうだな。そこに水をドバドバは入れていく。マグマブロックの方にも水をドバドバ。違いを比べる系だね。下が草ブロックになっている水槽に溶岩を入れると、石になっちゃうでしょ。5メートル、溶岩が冷やされて即座に石になるぜ。次に、マグマブロックのところに溶岩を流すと、普通に溶岩になるんじゃないの？しかし、何も起こらない。何も起こらないの。なんでかは全くもってわからないんだなぁ。この海外の動画が本当か検証だ。結構地味だけど、これはできるのかできないのか、気になるね。というわけで早速やっていくよ。おう頼むぞ。まず地面にマグマブロックを入れて、ガラスブロックをたくさん積み上げるよ。そういえばなんでガラスブロックなの？他のブロックじゃダメなの？他のブロックじゃ見えなくなるだろうがい。あ、そっか。よし、これで OK かな。水をドバドバは入れていくよん。では次は溶岩を入れていくよ。あじゃ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 。そんなにか？あ、何もない方は石になったね。マグマブロックの方はどうだろう？全然石にならないよー。うるせえ。でも確かに何も起こらないな。まさかこうなるとは思わなかったぜ。はいというわけで結論、地面がマグマブロックになっている水場に、溶岩を流しても石にならない。博士これは動画の通りになるって思わなかったの？いやわからなかったぜ。はい、そうだったんだ。次はこの方から、スティーブが真っ平らな平原を歩いている。お前がいつもいる検証用ワールドも平らだろうが。あ、そっかこれスーパーフラットか。さあ、地面を掘り掘りしていくぜ。もうとにかく掘っていく。岩盤が見えるほど掘ったら、ど真ん中にピストンを設置するぜ。その隣にレバーを設置、そして穴をちょっと拡張。ピストンの上にはボートを設置して、草ブロックでちょっと伸ばしていくぜ。その上にピリジャーを産み落とす。言い方どうにかならない？レバーをガシャンと動かすと、ピリジャーが乗る。そ、
それだけ？さすがにそれだけじゃない。何回かレバーを動かしていると、ボートに乗ったピリジャーが消えてしまう。なんで？ピリジャーがどこに行ったのかというと、なんと岩盤の下に行っちまったぜ。どういう原理なの？なんかピリジャー元気ないな。なんかそういう風に見えるよね。これレバーを戻すと元に戻るんだよな。なんで？本当に不思議だなこの現象。この海外の動画が本当か検証だ。やりがいがある検証で嬉しい。はい、やっていきます。今なんかピリジャー歩いてなかったか。間違えて召喚させちゃった。とりあえず穴を掘らなきゃね。どやどやどや。結構大きめにした方がいいぞ。了解だよ。よし、これぐらいでいいかな。ではピストンを置いて、レバー、ボートを乗せるよ。ピリジャーをボートの真上に、落とさなきゃいけないから、石を置くよ。はい、ピリジャーさんカモン。うんうん、乗ったね。それではレバーを動かしていくよ。よいしょ、よいしょっと。ピリジャーが乗らないな。もう少し動かしたら乗らないか？どうだろう？あ、乗ったよ。ええやん、ええやん。誰？この調子で動かしてみるよ。さあ、ピリジャーくんテレポートするんだ。全然テレポートしないな。結構やっているけど確かにテレポートしないな。ここで終わるか。いや、もう少しやってみるよ。わかった。おやおや、ああ、ピリジャーがボートこと消えたよ。うおー、マジか。岩盤の下を見てみるんだ。わかった。おーおーおー、ピリジャーが岩盤のところにいるよん。これは驚きだぜ。でもさ、何？胴体が丸ごと岩盤に埋まってるよ。かわいそうだな。ちょっとね。というわけで結論、動画の通りになった。これはバグだろうな。これは面白いバグだね。次はこの方の動画から、作業台の画面を開いて、木材ブロックを並べていく。下に弓を入れる。チェストを入れると、全焼基地ができる。これを開けた場所に置けば、全焼基地ができてピリジャーも出てくるぜ。どういう原理？この海外の動画が本当か検証だ。なんか今日の検証クラフト系多くない？ああ、確かにそうかもな。まあこれが海外検証だからいいんだけどね。ではやっていきまーす。作業台を置きまして、木材ブロックをこんな感じに設置だよ。そして、下の真ん中に弓、最後にチェストを入れると、できません。知ってたぜ。いや、知ってたんかい。はい、結論、全焼基地は作れない。っていうか作業台で建築物を作るって、どういうことなんだよ。あれが通じるなら、ピラミッドとか森の洋館も作れるってことだよね。それはそれで面白そう。わからんでもない。次はこの方から、スティーブが手を振っているぜ。やっほー。そして雪原バイオームに入っていく。スコップを取り出して、雪玉をめちゃくちゃたくさん掘っていく。一体何をするんだろう？持っていた雪玉で雪ブロックを作成するぜ。それを二つ積み上げて、わかった、スノーゴーレムだ。正解だ、カイモン。スノーゴーレムを召喚するんだ。でもこの後どうするんだろう？ハサミを取り出したから、カボチャを取るんだろう。すると、中に入っていたのはクリーパーでした。そして土管、プレイヤーは無慈悲に爆殺されてしまうぜ。こんなことある？この海外の動画が本当か検証だ。場所は雪原じゃなくていいよね。ああ、いいぞ。わかった。ではやっていくよ。雪を二つ積み重ねて、カボチャを乗せれば、召喚されるね。ではカエモンくん、ハサミで顔を切りつけなさい。怖い言い方しないで、ハサミでカボチャを取ってみるよ。普通の顔になっています。スノーゴーレムのカボチャを取っても、クリーパーは現れない。いつもみたいに、はい、結論。って言わないからびっくりした。サクサク行きたくてな。っていうかあの動画がいたずらって感じだな。スノーゴーレムがクリーパーって、悪質にも程があるよ。次はこの方の動画から、なんだか急いだ様子で黒曜石を置いていく。いや、ネザーゲートを建てているんだな。急いだ様子というより、早送りだよね。でもそれだけじゃ終わらない。ディスペンサーを2つ置いて、レッドストーンリピーターを2つ置いて、レッドストーンで繋げて、ディスペンサーの中には危ない物体を投入。TNT でしょ？それが終わったら、穴を開けて、レッドストーンと木をなんかたくさん置いて、土ブロックを上にかぶせていく。その後ろにレッドストーンを置くと、ピカピカするぜ。俗に言うクロック回路だね。こんなやり方もあるんだ。で、ネザーゲートを開通、そしてレッドストーン回路をつなげると、TNT が大量に発射。おーおー、でもネザーに全部送られていくよ。すんごいピカピカしてる。さあしばらくすると、TNT が在庫切れになる。その状態でネザーゲートに入ると、牛と TNT がそのまんま。そして土管、めちゃくちゃ吹っ飛ばされているじゃん。この海外の動画が本当か検証だ。これ下手したら僕がひどい目に遭いそう。いいじゃないか。いや、よくないよ。まずネザーゲートを立てまして、ディスペンサーの後ろにリピーターを置いて、回路をズンズン伸ばすよ。そして穴をいくつか掘って、レッドストーンと木をブスブス。これにブロックをかぶせればクロック回路になるの？やってみないとわからんな。了解、やってみるね。これでよし。レッドストーンを置いてみると、おーちゃんとチカチカ鳴り出したよ。本当だな。というわけで結論、動画のようなクロック回路は作れる。そこじゃねえ。
ってか勝手に終わらせるんじゃない。ごめんなさい。ディスペンサーに TNT を入れたから、あとは回路を繋げれば、おおすごい、TNT がいっぱい出てくるよ。で、でもさこれ、ネザーに行ってなくね？え、じゃあ、ぬおー、だ、第3次だぜ。もう一度チャレンジしてみるね。あ、間違えた。なんで火つけたんだよ。ちゃんと回路を繋いで、TNT を中に入れなきゃね。そして回路を接続。あ、やべ、ネザーゲート開通してなかった。おいおいどうするんだよ。いやー、これはひどい。開門はその後も検証し続けたが、やっぱりうまくいかなかったぜ。全然できなかったよ。はい、結論、動画のような状況にはならなかった。クリエイティブモードだから助かった。次もこの方の動画から。お、どうやらエンドポータルを作るようだ。真ん中には草ブロックを空中に置いて、その下にピストン。何をするんだろう？草ブロックを壊して、レッドストーンブロック。そのままの状態で、エンドポータルを開通。ピストンはどうなるのかな？レッドストーンブロックを壊したら戻るぞ。あれ？真ん中だけポータルがないよ。おおお、本当だな。プレイヤーは真ん中に飛び降りようとするも、失敗してエンドに行っちゃう。あ、はい。この海外の動画が本当か検証だ。ではやっていくね。エンドポータルフレームを置いていくよ。はい、これで OK。ちょっとピストン部分が面倒くさいね。まず地面を掘って、そこからブロックを積み上げようか。そんで下向きにピストン。それでいいんじゃないか？了解。じゃあこのままレッドストーンブロックで作動。この状態でエンドポータルを開通させます。おう、そんな勢いよく言わなくていいぞ。はい、よし、ポータルは OK。ではレッドストーンブロックを破壊。お、真ん中だけに穴が開いたね。ほえ、綺麗にぽっかり穴が開いたな。じゃあ次は、真ん中に降りてみるよ。あ、動画のプレイヤーは失敗したからな。それ、やったー、入れたー。そんなに喜ぶか？とにかく結論、前もってピストンを伸ばしておけば、エンドポータルに穴を開けられる。次はこの方から、スティーブが歩いているぜ。あ、どうも。チェストを開けると、いろいろアイテムがあるぜ。それを全部かっぱらうぜ。かっぱらうって、まずかなどこを置いて、その隣に木材ブロックを積み上げて蜘蛛の糸。するとプレイヤーは、かなどこに矢を放つ。うん、普通に刺さるよね。鉄に矢が刺さるっていうのもちょっと変だけど。蜘蛛の巣に矢を放つと、蜘蛛の巣には刺さらずに通り過ぎて、木材ブロックに命中。まあそうなるよね。これだけ？いやいや、まだあるぞ。木材ブロックを皿に置いて、上からかなとこを落とす。その状態で矢を放つと、どうなるの？なぜか矢が消える。は？矢はどこに行ったのか、誰も知らない。なんか怖いんだけど、この海外の動画が本当か検証だ。一応やってみますか。かなとこと蜘蛛の巣準備よし。ではかなとこに矢を放ちます。それ、ちゃんと矢が刺さるね。かなとこの画面開いちゃう。次は蜘蛛の巣をやってみるんだ。はい、それ、動画の通り、蜘蛛の巣を通り抜けるね。じゃあ次は上からかなとこを落としてみるよ。カーン、これで矢を放ちます。それ、暗い。あれ、矢が刺さった音は聞こえるのに矢が消えてる。何これ？これはたまげたぜ。まさか動画の通りになっちまうとは。これ何気にすごいことじゃない？いや、すごくはない。はい、結論、かなとこと蜘蛛の巣が組み合わされば、矢が消せる。これはどうしてなの？わからん。次もこの方から。なんかプレイヤーが葉っぱを買ってるね。何か関係があるのかな？ジャングルの苗木を見つけたな。どうやらそれが目的のようだ。ほう。苗木を4つまとめて設置して、プレイヤーは土ブロックを4つ持ってくるぜ。それを苗木の上に設置する。何をするの？持っていた骨を骨粉にして、苗木にかけると、めちゃくちゃでかい木になる。ぬおう、あれ、さっき置いた土ブロックがそのままだよ。あ、そうだな。土ブロックはちゃんと掘れるらしい。いびつだね。この海外の動画が本当か検証だ。まずジャングルの苗木だけでやってみるね。おいいぞ。4つまとめておいて、コップねえ。わわわ、一気に成長したよ。木はそういうもんだぞ。でも本当は何年もかけて成長するんじゃないの？現実世界の話を持ってくるな。じゃあ次は苗木を4つ置いて、その上に土ブロック。これで成長させてみるよ。ぬわー、これも一気に成長した。しかも土ブロックがこのままだぜ。いやー、ジャングルの木ってでかいね。土ブロックを見ろって。あー、そうだった。確かにそのままだね。ちゃんと壊すこともできるよ。というわけで結論、ジャングルの苗木は上にブロックがあっても成長する。他の苗木だとどうなるのかは不明だぜ。次はまたこの方から、飽きることなくスティーブの登場だ。言い方ひどくない？そしてチェストへ向かっていく、お決まりだな。
今度は何が入っているのかな？おお、いろいろ入っているね。これらを全部取り出して、地面を掘ってグロウストーン、使っているね。その上に雪ブロックを乗せる。すると、光が見えなくなる。まあそうだよね。次はブロックじゃない方の雪を置いていくと、光が漏れたまま。え、なんで？次に粉雪を入れてみると、これも光が漏れたまま。は？これはなかなか面白いなぁ。この海外の動画が本当か検証だ。ではやっていきます。まずグロウストーンを入れます。その上には雪ブロック。光が完全に閉ざされたね。じゃあ次は雪を詰めていくよ。おお、光が漏れたままだよ。うん、動画の通りになったな。じゃあ次は粉雪でやってみるよ。それ、おお、これも光が漏れているよ。さらに道や耕した土でやっても、同じだね。不思議。はい、結論、動画の通りになる。これはなんでなの？これは透過ブロックか不透過ブロックの違いだろう。透過ブロックが光を通すんだよ。なるほどねー。次はこの方の動画から、プレイヤーがかなとこでダイヤモンドのツルハシに、エンチャントをつける。フォーチュンって何？幸運だ。次にダイヤモンド鉱石を置いて、掘る。これでダイヤモンド6個入手するぜ。強い。作業台の画面を開いて、真ん中にダイヤモンドを入れて、周りを石ブロックで囲うと、ダイヤモンド鉱石が出来上がる。え？これを掘れば、ダイヤモンドが無限だぜ。マイクラ壊れちゃう。この海外の動画が本当か検証だ。クラフトの部分だけでいいよね。そうだな、それでいいぞ。わかった。できないでーす。うるさ。っていうかなんで無言でやるんだ。なんとなくできないってわかったもん。なんだわかったのか。どうせ博士も理解してたんでしょ。まあね。というわけで結論、ダイヤモンド鉱石は作れない。作れたらマジでゲームバランス崩壊するぞ。だよねー。今日はこれで終わりだぜ。どうだった？今日はできるやつが多かったかも。なんかやる気が出てたよ。じゃあこのまま都市伝説見ようか。いやー、嘘だって。みんな、高評価とチャンネル登録よろしくな。コメントもしてねー。それじゃあバイバイ。バイバイブー。